ももてなしチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。お待たせいたしました。久しぶりのカリンバレッスン動画です。私個人的にカリンバを始めた時からこの曲は絶対にやりたいなと思っていた曲がありました。それが今回のスマップ夜空の向こうです。この曲は何度聴いても飽きが来ないし、歌番組の聴きたいバラードランキングなんかでも必ずと言っていいほど流れている印象があります。オルゴールなんかでもよく使われているのでカリンバにもぴったりの曲だと思っています。なるべく初心者の方にも弾きやすいようにアレンジはしていますが、今回はですねちょっとやっているうちに少し難しくなってしまったかなと思います。でも弾けたらちょっとかっこいいかなと思えるようなアレンジに仕上がったと思っているので、ぜひチャレンジしていただければと思います。今回も前半と後半に分けて進めていきたいと思います。それでは取り組んでいきましょう。ここまでです、これからがね盛り上がっていくのにという感じかもしれませんが、またこの続きも配信するのと、全体の演奏も初めてのカリンバシリーズで配信予定なので、ぜひそちらの方もご覧ください。ではスローテンポでやってみましょう。確認したかったり、逆にもっと早く弾けそうだよと思われる方は、動画再生機能を活用して自分に合ったテンポで練習に取り組んでいってみてください。画面をタップしていただいて、白丸3つの部分を押します。それから再生速度を選択して速度表記を出してください。はい、今回のアレンジは右も左もまんべんなく動きが出てくるので、結構頭を使います。なのでゆっくりじっくり取り組んでみてください。それと今回はハモリをだいぶ入れています。ハモリを弾くコツとしてはさらっと弾くイメージで弾いてみてください。
どうしてもハモリだと思うと力んで、指がこう絡んでしまうと思うんですね。だけどさらっとさらっと、今回3音出てくるので3音さらっと弾くイメージで弾いてみると意外と綺麗に弾けるようにはなると思います。はい、いかがだったでしょうか。次回はこの続きを配信予定なので、まずはここまでを取り組んでみてください。カリンバレッスン動画の配信は今後も予定しているので、もし別の曲をチャレンジしたいよと思われる方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。